皆さんこんにちは、ウェルネス後のアリサです。大切な質問をね、先日もらいました。決断をするときに、その決断に自信を持つにはどうしたらいいですか。私たちってなんか決断をするときに、もうこれが本当に正しい決断なのかとか、本当に良いのか、私自分にとって周りの人にとって良いのかっていうね、ことを考えすぎて考えすぎて悩みすぎて悩みすぎて、でその結果決断もできなかったりとか、なんか決断をして、まあやっぱりこっちの方が良かったんじゃないかななんていうふうに、なんか後悔したりする人っているかなっていうふうに思っていて、なんか考えすぎちゃう。決断ってなんかそれが良い決断だったか悪い決断だったかって誰が決めてるって、自分が勝手に決めてるだけで、自分がの期待通りに物事がね、そっちの決断して物事が進んだら良い決断、自分のなんか期待と違ったなっていうふうに言ったら悪い決断だったなっていうふうに、その決断をした後にその結果を見て自分が勝手に決めているだけなのかななんていうふうにも思ったりします。私が決断っていうのですごく大きい決断をしたのはですね、28歳の時にカナダビクトリアに語学留学をするって決めた時と、あと30歳になる年にもカナダバンクーバーに移住をするというふうに決めた決断でした。私は28歳までね、あんまりね、自分で決断をしたことがない人だったんです。自分の意思で、もちろんね、決断っていうのはしてきたんだけれども、それはどっちかというと、あ、親がそうやって言うからこっち選んどこうとか、あと周りがこうやってやってるし、何、社会はこうだからこっちにしようとか、なんかそういうふうなのを基準に選んでいたかなというふうに思います。で、そうやって親とか周りでがベースになって決断をしていたんですけれども、実はね、それってね、楽なんですよね。っていうのは、決断したことがなんかうまくいかなかったら、自分じゃなくてその周りを責めればなんかそれでいい、なんか周りのせいにできるっていうことで、結構周りを基準にして決断をするってことはね、自分からの逃げだったりとか楽っていうことがあったのかななんていうふうに私は自分でね思います。そんなふうに過ごしていた私が30歳の時に、もうバンクーバーに住みたいっていうのを決めました。その時の決断に自信があったかと聞かれたら、もう全くなかったです。私の両親はもうカナダに住むことも全てがね、反対していたので、こんなに揉めてね、そしてこの家族っていうものを傷つけて、悲しい思いをさせて、そんな決断にね、自信なんてあるわけがない。私は一応日本にいたら、なんだろう、一応敷かれたレールの上を歩いていたので、あ、大体こうなるのかなっていう、なんとなくのね、未来っていうのは見えて、なんとなくだけどね、見えていたんですけれども、それも一切なくなって、もう未知の世界に飛び込むので、未来へがどうなるかなんていうのも全然見えなかったです。だから決断にすごく自信はなかったんですけれども、一つ思ったのは、きっと何が起きても私は大丈夫、そしてその時その時にね、しっかり対応していける力があるっていう、自分の人生の覚悟と、もう完全なる思い込みっていうことをすごく思いました。その決断自体にね、自信が持てなくても、大切なことは自分はきっと大丈夫って自分を信頼すること、そして周りの人のサポートを信頼すること、そして自分にはもう起こる一つ一つの出来事にね、しっかりと対応していける力があるということを信じること、そして最後に、もう全てがもう結果絶対うまくいくし、自分の成長にね、向かっていくように、最善にベストに向かうように、作られているということを信じることかなというふうに思います。そしてしっかりと自分の心の声を聞いてあげること、なんか親がどういうか、周りがどういうか、社会がどういうかじゃなくって、自分は本当に何がしたいのか、自分にとって大切なことは何なのかっていうことを、ちょっと静かな時間作ってそれを聞いてあげる、そしてその心の方向に進んでいったら、絶対にそれがその時の正しい決断だというふうに思います。決断をするとですね、そっちの方向に進んでいくと、うわ、この決断正しかったのかなっていうような、出来事がね、絶対出てくるわけですよ。でもその時に、あ、もっとこっちにしておけばよかったなって後悔するんじゃなくって、そこで
また考えて感じて行動してまた新たな決断をしていく、自分が行きたい方向に軌道修正してしていくっていうことが大切です。そういう経験っていうのは絶対に自分の成長、人間としての成長だったり魂との成長、ソウルの、自分のソウルの成長の方向にね向かっているっていうことをね、知っておいてください。そんな風にね決断を繰り返していくと、やっぱり経験をすればするほど決断することがね得意になっていくし上手になっていくという風に思います。間違った決断をすることを恐れないように、やらなくて後悔よりもやって後悔の方が絶対いいし、やって後悔っていうのはないです。やって後悔したらやめればいいし、やって後悔してもっと違う方向にしていきたいなと思ったらそこでまた軌道修正していけばいいだけの話です。私が30歳の時にねもうカナダに住むっていうことを決断した時のように、やっぱり一番最初に決断するっていうことってね怖いし、いろいろ悩むと思うけれども、あのね不安とか怖いっていう気持ちとワクワク、エキサイトメントっていう気持ちは本当兄弟みたいなもんで一緒にパッケージで来るんですよね。だからどっちを選ぶかっていうのはもう私たち次第です。私はワクワク、エキサイトメントを選びます。 I hope you too、 皆さんもこっちを選ぶといいなというふうに思います。最後まで動画見てくださってありがとうございました。動画が良かったらいいねボタン、そしてぜひなんかお友達とねシェアしてくださったら嬉しいです。LIKE ボタンとかシェアしてくださることで、メッセージがねたくさんの人に届くので、すごく励みになるしサポートになります。ありがとうございます。ということで次回の動画まで、バイバイ。